はい、どうもこんにちは、カンタです。今日はベストナインを引くべき人、我慢するべき人、またベストナインを引くことによるメリットデメリットをまとめていきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。ではまずベストナインを引くべき人、パターン1はリーグの順位を上げることをモチベーションにやっていて、かつリーグの順位がリーグ7、8の境目だとかリーグ8、9の境目だとかで、まあ、今すぐね強化したいっていう人は、まあ、引いてもいいです。ただね、皆さん最終目標はリーグ覇王だと思うので、まだねこういったリーグ覇王がほど遠い方で、まあ、最短の期間でね覇王までたどり着きたいっていう人は、まあ、引くべきガチャではないです。まあ、理由としてはね、このガチャは30、60連目とベスト9のエースは確定なんですけど、まあ、それ以外にね確定がなくて、まあ、自チームエース確定がないっていうことなので、まあ、仮にね60連引いた場合、まあ、外れのベスト9 2枚引いちゃったら、まあ、ただね1500エナジーが消えただけとかねなる非常にリスクの高いガチャなんです、実は。なので、まあ、エキサイティングとかアニバーサリーとかのガチャなら60連目にね自チーム確定があって、まあ、強い選手が確定取れる、まあね、戦力補強が確約されてるガチャがあるんですよ。まあ、そういったガチャがある以上、このガチャをね迷いなく引くっていうことはあまりお勧めできません。まあ、今すぐ強化したいって人のみ引きましょう。ベスト9を引くべき人、パターン2は長くプロスピをやっていてベスト9のね A をたくさん持ってて、まあ、ベスト9の選手をねほぼ限界突破できる、まあね外れのベスト9がいないっていう状況の人です。まあ、こういった方はね引いてもいいと思います。まあ、基本的に、まあ、プロスピ歴があまり長くない人はベスト9のね A たくさん持ってないと思うので、このガチャはあまりおすすめできません。ベスト9を引くべき人、パターン3はリーグよりも最強決定戦に重きを置いている人です。まあ、自分のねオーダーの実力が一番試されるのがこのイベントなので、まあ、ここへ向けてね戦力を仕上げている人も結構いると思うので、まあ、そういう方はね引いてもいいと思います。ただねベスト9 3段あるんですけど、まあ、最強決定戦に間に合うのは、まあ、1段だけ、まあ、もしかしたらね今年日程的2段も間に合うかもしれないんですけど、多分ないと思うので、まあ、育成の時間とかも考えるとねなるべく引くなら1段のガチャを引くといいと思います。続いてはベスト9を我慢するべき人、まあ、引くべき人ではない人ですね。そのパターン1は先ほども少し触れましたがプロスペ歴があまりない人です。まあ、理由としてはまず S 確定が30、60連しかないっていうのと、まあ、いい選手がね当たったとしても A の選手を持ってないので限界突破があまりできないため、まあ、個人的なね当たりの選手がまあ少なくなってくると思います。なのでまあそこら辺がね懸念材料かなって感じです。まあ、エキサイティングとかアニバーサリーのガチャとかなら、まあ、初心者でも、まあ、この選手だけ A たくさん持ってるから、まあ、確定でこの選手取り行こうとかそういうことできるんですけど、まあ、ベストナインはね自チーム確定がないので、まあ、戦力補強にならないリスクがあります。まあ、初心者は迷ったらスルーをおすすめします。他に我慢するべき人、パターン2は、まあ、自分のオーダーを常に強い状態にしたい人です。まあ、ベスト9はね最大スピリッツ3300で登場して、まあ、スピリッツが100上がるんですけど、まあ、比較的ねすぐグランドオープンが来て、まあ、最大スピリッツが3400の選手が登場するので、まあ、すぐにね戦力を抜かされてしまいます。まあ、3400の選手が登場してからねしばらく、まあ、最大スピリッツ3500の選手は登場しないと思うので、まあ、常にね強くいたい方は寿命が長い選手、まあ、寿命が長いガチャを引きましょう。まあ、無課金でね常に覇王に居続けるためにはこれが結構重要になってきます。以上です。いかがだったでしょうか。自分はね最強決定戦も頑張りたいので、まあ、引くつもりではいますが、基本的には無課金の方は引かないことをどっちかっていうとお勧めします。まあ、どうしても欲しいって方とかでも、まあねイベントの累計とかで、まあ、結構ベスト9とかもらえるので、まあ、それでねなんとか我慢しましょう。この動画がね少しでもいいと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いてリアタイの方やっていくのでそちらも見ていってください。はい、ということでやっていきます。今永さん対西口さんです。まあ本当はねこういう相手の方には直球系で押したいんですけど、まあ、初球はこれでいいか。まあいつも通りのね配球していくしかないです、西口さんなんで。あぶねあぶね、もう外かもうちょい内寄りにねストライク入れてほしいんですよね今の本当は。よしよし、絶対ボール、オッケーオッケー、それでいい。まあ、あとはインスラのストライク打てるか確認ですね。よし、でこの後に攻める。こういうねストライク入れようと思った球がボールになった時、皆さんねあのボールで逃げてませんか。その後こそストライクで攻めるのが結構重要です。よしよしよし、まあ無敗継続したいね、なんとか。
あ、うまい。あ、危ない危ない危ない。よし、今永さんなんで打っていきましょう。ストレートストレート、うん、オッケーオッケー。まあそんな感じでいいよ。よしよし、うん、なんとかプラチナまでは無敗でいきたいですね。あー、変化球多めかな。直球多いとありがたいんだけど、あー、やばいな、ちょっと気持ちが臆病になってる。あー、フォークか、第2球種。よし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 、オッケーオッケーオッケー。よし、行ったべ。いやー、ファールか。いや、風のせいかな、今の。でも2メートルだしな。なんか風の影響を感じたことないんですよね。うん、本当に風は意味をなしてるのか、この2メートルは。あー、入ってるか。なんか内より広く感じるな。あー、オッケー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 。なんか菊池選手だったら取られたっぽいな、今。なあ、ちょっと気持ちが臆病になってんな。なんか打てるピッチャーの時こそなんか気持ちがなんか後手後手になる時ありますね。お、ということでエスコバー選手。まあツーシームで来るでしょう。絶対もうそれしかないでしょう。シュート、スライダー、あと何だっけ、チェンジアップだっけ。おーし、よしよし、超えた超えた超えた。オッケーオッケーオッケー。よし、これは勝ったべ。いいねいいね。あとは気楽に打率上げていきます。あー、詰まっ、あー、前進してたね。オッケーオッケーオッケー。まあこうやって点、あー、アウトになるかな。点差つけていくとね、あの相手さんも外野前進直すのとかめんどくさくなってきて、あの今定位置だな。あー、ストライクか。よし、オッケーオッケーオッケー。さあ、ツーシーム来い。よーし、完璧。いやー、このホームラン初かも、流しカブレラさんで。はい、ということでやっていきます。武田さん対ダルビッシュさんで、まあちょっとね、油断したら負けそうなんで気合い入れていきます。さあ、先頭大事よ、絶対打つ。おー、スライダーで入るか、珍しいな。ダルビッシュさんの時はスラーブを忘れる。よし、オッケー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 。今長打警戒してましたね。まあ定位置でも今どうだったんだろうな。ヒットだったかな。まあいいや、集中集中、先制点取るまでは集中。オッケーオッケー。追い込まれるまでは甘くてもスラーブ打たなくていい。皆さんもね、そんくらいの気持ちの方がいいと思いますよ。結局スラーブ以外も、あ、これとか見逃していいですよ。スラーブ以外も絶対投げてくるんでね。追い込まれてからでも全然十分ですよ。うん、オッケーオッケー。あ、でもスラーブでカウント取ってくるの嫌だな、でも。入ってる今。マジで、なんか今日内寄りがめっちゃ広く感じる。調子は悪くないと思うんだけど。オッケーオッケーオッケー。まあいい。気にしない、見逃し三振は。よし、行ったべ。よしよしよし。いいねいいね。直球。そうそうそう。もうスラーブ打たなくても今みたいなの打ってれば勝てるんですよ。結局は。追い込まれてからでいい。いい、打たんでいい、打たんでいい。打とうと思えば打てるんですけどね。オッケーオッケーオッケー。まあ相手も分かってきたかな、さすがに。スラーブってこないの。もう、うまいね。このスライダーを使ってくるのが結構いいと思います。ダルビッシュ。あー、やばいな。なんかシンキングが見えてないかもしんない。まあいいやいいやいいや。切り替え切り替え。よしよし、センター前。あいつさん、長打警戒ずっとしてきますね。まあ、長打警戒されると嫌ですね、結構こっちも。とか言ってた、まあ、定位置でやってきましたけど。もう、スプリットか。シンキングね。オッケーオッケーオッケー。あー、
下手くそだな今の。まあいいやいいや、全然打率上がれば今はいいです。でアウトになるっていうね。まあいいよいいよ。まあ2点でちょうど微妙に危ないかもしれないんで、ちょっと集中して配球、まあドロップカーブを最初は見せます。よし、次ナックルカーブ。まあこれをね打たれたらちょっと変えなきゃいけないかも。あ、オッケーオッケーオッケー。まあ見えてないね多分。オッケー、うまくなぞって、これストライクからボールからストライクをなぞってボールになるドロップカーブ。オッケーオッケー、今完璧なとこ行きましたね。あれ完璧なとこ行けば結構振ってくれます、ね、で鉄板の高めのナックルカーブ、これ打ち上げたら勝ち。もうストライク入れてほしくないんだよな本当は。まあ直球たまには打てないだろう。オッケーオッケーオッケー、よし、うまくなぞれ、ストライクをうまくなぞってくれ。でボールになって、よーしよしよしよし、いいねいいねいいね。まあこれは打ち上げ期待です。よーし、オッケー、完璧、すべてうまくいってる。さあオッケーオッケー、攻撃もやること同じ。スラーブは頭から消す、まあ、反応的な時だけ打つ。おーっと、長打警戒だ。あ、まあ長打警戒嫌ですねやっぱ。まあでも今定位置で捉えたか微妙ですけど。あー、やべやべ、やっちゃったわ。あ、もう手出さなんでよかったわ。まあ甘いんですけどね。まあランナーなしは鈴木大地選手を代打に出してます。ちょっと3人で終わりたくないな。よしよし、十分十分十分。あんま打率下げたくないですよね、ゴールドランク帯で。あー、そっか、タイピンチもあんのか、ダルビッシュさん。うん、外野前進してんな。オッケーオッケー、あまりにも投げすぎてんでちょっと振っていきます。オッケーオッケーオッケー、よしよしよし、直球系くんじゃない次。おお、違ったー。つか今のぐらい見逃してほしいな自分。あー、もうなんで今手出たんだろう、ほんともったいない。まあこれナックルカーブで、まあこれ振ってこなかったら見えてないでしょ。あー、ボールになっちゃう。まあたまにはドロップカーブもストライク入れます。よーし、オッケーオッケー、よし、慎重にね、慎重に。油断した時こそ負けるんだよこういう時。よし、うまくなぞってストライクなぞって。あー、危ね危ね、ちょっと高かったな今。あのボールになってんのか今の。よし、ボールにしてよ、さっき入ったから。あー、甘い。もう西口さんと武田さん全然コントロール効かなくて使いたくないんですよね本当は。よしよしよし、さあ打ち上げてくれ。狙われてる気がするけど、オッケー、取れるべ。よーし、完璧ってことで、ありがとうございました。